やられた分はたっぷりとお返しさせてもらうよ。そいつはできない話だな。次に落ちるのはお前たちだぜ。今のうちにリタイアを進めるぜ。さもないとお前のその綺麗な顔がズッタボロのぐっちゃぐちゃになっても知らないぜ。キッキッキ、さすが少佐、ワイルドだろ。何がワイルドだ。死んだふりなんて汚い真似しやがって。おいお前たち、やられたらやり返せ。倍返しだ。練習したあの技やってみるか。付き合ってあげてもいいよ。よし。何ごちゃごちゃ話してやがる。来ないならこっちから行くぜ。来るよ。でかくなってやがるぜ。このタヌキネイリ野郎が。やった。十八号さん。あ。今のすごいね。こいつだね。いいぞ、ナイスメオト。痛い。申し訳ないぜ。お前弱っちいな。十八号さん、次から次へと来やがるね。大丈夫か。ああ、これがバトルロイヤルってことだな。うちばかり狙ってきてやがる。悟空さんがいなければチャンスすらなく消えていたくせに、感謝のかけらもないようですね。逆に不意打ちを食らうとは。油断してしまった。だが次はこうはいかぬ。お前たちがこの私に勝てるかな。十八王さん、これをかけて。あれはわしの。いつの間に。行くぞ。100倍太陽か。何。どうなっているんですか。あの光の中で攻撃するとは。チッチッチッ。どうして太陽拳が効かないんだ。私の目はとうに光を失っているのだ。そういうことか。でもなぜあの光の中で俺たちの位置が。なぜだろうな。一つだけ可能性があるよ、うん、それは匂いだ。匂い。そいつは視覚を失っている分、多分嗅覚がとてつもなく優れているのさ。ご明察だ。よく見抜きましたね。